河川で見られる野鳥。足立区を流れる河川でも、さまざまな野鳥を見ることができます。中でも荒川には、多くの水鳥たちが暮らしています。カワウは、一年を通して群れで生活しています。荒川でも、多くのカワウが連なって飛行する姿や、群れて泳ぐ様子を見ることができます。大人のカワウは繁殖の時期になると頭が白くなります。カワウは水に潜って魚を捕らえるため、発達した水かきを持っています。また先の曲がったくちばしは水中で捕らえた獲物を逃しません。カワウの羽は濡れやすいので、水に入った後に翼を広げて乾かす習性があります。ユリカモメは足立区内で見られるカモメの仲間では最も小さい種類です。赤いくちばしと足がよく目立ちます。足立区では秋から春にかけて見ることができます。他の大きなカモメの仲間と比べ、海岸から離れた内陸の水辺などでも見ることができます。翼はとても細長く、長時間の飛行に適しています。一年中、群れで生活していて、数千羽以上の大群になることもあります。セグロカモメは翼を広げると 1.5 メートルにも達する大型のカモメで、太くて黄色いくちばしが特徴です。秋から翌年の春頃まで見ることができます。主に魚を食べますが、他の鳥が捕らえた魚を横取りして食べることもあります。ウミネコは足が黄色く、目つきの鋭いカモメです。足立区内では夏から秋にかけて見ることができます。自分で魚を捕ることもありますが、動物の死体や港で捨てられている魚の破片などもよく食べています。コアジサシはカモメの仲間ですが、スマートな体型と先の尖った翼で空中を素早く飛ぶことができます。足立区では夏に荒川や大きな池のある公園で見ることができます。水面近くを泳いでいる魚を見つけると、素早く水中に飛び込んで捕らえます。アオサギは国内で見られる最も大きいサギです。サギはくちばしや首、足が長いのが特徴です。水辺でじっと立ち止まって、
獲物を待ち伏せています。獲物が近寄ると長い首をムチのようにしならせて捕らえます。サギの仲間は長い首を折り曲げたまま空を飛びます。大サギは国内で見られる白いサギの中では最も大きい種類です。右にいる小サギと比べると大きくて首が長いのが分かります。水の中をゆっくりと歩きながら魚やエビを捕らえます。サギの仲間は水の中の動物を捕らえるために体の構造や行動が発達しているのです。シギの仲間は主に海岸付近に見られますが、イソシギは川でもよく見ることができます。歩きながら昆虫をついばんだり、石の間や砂の中にくちばしを差し込んで水生動物をほじくり出すこともあります。イソシギのピンセットのような細長いくちばしは水辺の小さな動物を捕らえるのに適しているのです。